イギリス BBC の報道です。香港のジュエリーショップで買い物を拒んだ中国人旅行者が添乗員と口論となり、同じツアーの中国人旅行者が仲裁に入ったところ、2人の男性に暴力を振るわれて死亡しました。容疑者2人は香港警察に拘束されました。ラジオフランスアンテルナショナルの報道です。世界保健機関は中国の交通事故死者数は年間26万人を超えており、中国当局が公表した数字の5倍強であると発表しました。マイカーの購入者が増えていることと、多くのドライバーが交通規則を守らないことが事故の主な原因であると指摘しました。ラジオフリーアジアの報道です。習近平政権が腐敗撲滅を推し進める中で、黒竜江省ではこれに便乗し、汚職交換を狙って金を脅し取る詐欺グループが出現しました。4人は検察職員と偽り、20万元を費やして作った取調室へ連行し、金でことを収めるよう脅し取っていました。台湾連合新聞網の報道です。青島市でテレビ局記者がタピオカミルクティーの中のタピオカが硬かったので強引に飲み込んだ後、レントゲンで検査したところ、そのまま残っているのが分かりました。店員はこのタピオカは化学工場が生産したもので、原料は廃棄されたタイヤと靴底だと明かしました。新東人テレビがお伝えしました。